今鶴見駅にいるんですけど、これから鶴見線に乗って国道駅に行きたいと思います。この列車に乗って行きます。これ車止めですね。国道駅に着きました。国道駅ですね。そしたら出ていきましょう。国道駅はずっと来たかったんですよね。来たい来たい思ってて、ようやく念願かなって国道駅来ることができました。ケーブルラックもこういう感じで味がありますね。鳥よけだ。でこっちは上りホームに行く方面なんですけど、ここからこれ下見れますね。こういう感じで、こんな感じで、ここは風通しが良くてすごい気持ちいい。それ出ていきましょう。おそらく昔はこれが商店街だったと思うんですよね。でここのこれが銃弾跡ね。銃弾跡だから、これが向こうから撃ってきたってことだよね。銃弾跡。でトイレが左手にあると、なんかすごいな。ここにも裏道があるのね。
昭和レトロな感じがするね。この照明もそう、これ LED にはなってるけど、こっちの方が改札なんですけど、改札の方から鶴見川の方、こっちが鶴見川の方なんですけど、ちょっと鶴見川まで出てみましょうか。この建物もすごいね、高架の下にべったり作っちゃってんだね。だったのか鶴見川。国道15号線の真ん前に国道駅はあります。すごい通りは激しいですね、やっぱ国道だけあって。こんな感じで、でその横に国道駅があります。こんな感じです。